なんかいつの特にきっかけないんですけれどもこれもですね何も考えてなくてですね気がついたらあの引退してですね実は何かやろうかなと思ったら普通ジムやるとかじゃなくて何かやんなきゃいけないなと思っててある日あの引退して自分が出た本の隣に相対本の先生が出てたんですよ。 で、電話したらななししし崩し的にに弟子になりました体そのものは多分全然変わってないと思いますただあの体を動かす環境自体がどんどん楽になっているので動かしたくても動かせない場所があると僕は考えていますあの動かさないんじゃないんですね同じことをやっても動かせない場所が今の体の隠れた問題点だと僕は思っていますとこれはですね柳生新眼流という武術が滑殺っていいましてあの 治療もあって強くなるのもある戦い方もあるっていうものなんですけれどもそれを学んでいる時に一個気づいたのがですねあの江戸時代の人ってみんな体が強いって勘違いしてるんですけども新元流のの歴史の中では江戸時代というのは非常に体が弱くなってどうううしよよもなくなくっっったてていうのが残ってるんですよ江戸時代ってあの経済が発達してますんでそれで山にこもっていろんな訓練をしたっていうのを聞かせていただいて。 あじゃあ昔のことって江戸時代の人が弱いのに同じできないなっていうのが僕の発想の始まりで「侍メソッド」っていうのは自分のやってきた武術に対する感謝の念を込めながら海外に進出したいなと思いまして外人が好きそうな「侍メソッド」というのをつけ「柔らぎ」というのはですね実は「充実っていうのは明治以降の言葉で「充実と書いて「柔らぎ」と読みますもしくは「柔ら」と読みます。 そうういいいいったたたた時代をを引き継ぎたい世界に広げたいという野望を込めてつけた名前です別に腰痛だろうが何だろうが肩こりだろうがあの強くなりたいでもいいですし疲れやすいでもいいですし僕のやは人間が本来持っている無意識の動きを引き出すので体が元の状態に戻すためのもので柔らかくもなり強くもなり健康にもなるというものでもう症状疾患には一切とらわれないです。心の問題とかもよくなって 諸、はいえー、先輩方が見ていただけたら嬉しいと思います僕はあの主義では後輩なんですけどもこの原理っていうのは多分僕がもう一度発見したものだと思いますとても全ての治療においてこれは役に立つと思いますので是非これ使っていただいてあの先輩方にさらに磨いて未来につなぐことを一緒にやっていただけたらと、えー、心から思っています